刑事事件です。これ時効期間10年経ってなければ7年以内であれば、これも警察沙汰になるっていうものが出てきましたね。さあもう相当前にこういう悪いことはやめてるでしょうね。やってるんだったらもうさすがに松本人志さんからすれば、昨日無理やりね、女性のね、口の中にあそこ入れてですよ、で女泣いとったと。そしたらこんなのどう考えても1週間とか10日とか、まあ少なくとも1年以内にはやばかったら警察が来るでしょ。いや、あなた、実はこんなことしましたよね、逮捕しました、来るじゃないですか。来ないということはまっちゃんは信じてたんだと思います。松本人志さんがですね、もう約10年前の話になります。まあ、あるマッサージ店に行って、まあ、そこでですね、まあ、結論としては無理やり口で、やらせた、口の中にチンチンを入れてきたと、まあ、こういうことですね。で、この被害に遭った女性は、ご主人と一緒に渋谷警察の方に行って、被害の相談したけども、まあ、強制わいせつは時効が7年なので、事件としてこれは罪を償わせることはできない、ただし相談記録に置いておきますよと、まあ、こういう程度ですね。オチとしてはそういうオチですね。まあ、そういう意味では、まあ、僕がやってた刑事罰っていうのはやっぱりまっちゃんにはもうなさそうですね。この新たに出てきた人っていうのは、今日の記事に出てる人は、今年の1月9日に警察に行ってるか文春に行ってるので、全然文春の記事に触発されて、警察に行き文春に情報を提供してるということなので、まあ、いわゆる真実相当性には扱えない証言なんですけどね。ちなみに真実相当性と真実性というのはちょっと違いまして、昨年の12月27日までに集めた証拠じゃないと真実相当性の証拠としては使えません。まあちょっとそんなどうでもいいんですが、今ですね、この週刊文春本当強すぎるんですよね。で、この国のそのポイントっていうのはね、ポイントというかこの国の国民っていうのは正義と悪にめちゃくちゃすぐ分けるんですよ。どっちが正義でどっちが悪か、もう正義だと思えば、正義を応援すればもう自分も正義になるっていうことで、正義と悪に分けるっていう。で、なぜ正義と悪に分けるかって言ったら、これはね、皆さんあんま気づいてないかも分かりませんが、これテレビの洗脳なんです。テレビによって正義の味方と悪人っていうのを明確に分けて、正義の人間が悪に対、悪からやっつけられそうになるけど、そこを頑張って愛と正義と勇気で悪人を叩き潰すっていうのが、これね、テレビによって日本国民に洗脳され、すりつけられてるんです。僕もそうですけど、これじゃあ水戸黄門どうですか。そうですね、正義と悪ですよね。悪徳大官が出てきて、タイガーマスクは、まあ、タイガーマスク、まあ、ウルトラマンもそうですね、仮面ライダーもそうですね、ショッカー、正義の仮面ライダー、悪のショッカー、もう他にもいっぱい出てきますね。アニメはいわゆるヒーローものっていうのは必ず正義のヒーローがいて、必ずアダーティーがいるんです。悪が、アンパンマンですらそうですね、アンパンマンとバイキンマンがいて、アンパンマンが殴ったらバイキンマンはヒフ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 って飛んでいくんですよね。あんなもの子供に見せてるんですよ。もう全て、もう戦争するな、暴力やめろと言いながら、もう2歳3歳の子供たちにハヒフヘフって、まあ、アンパンチハヒフヘフってやってるんですよ。これを大人たちが危険だと思わないことがもうすでに洗脳されてるんです。だから正義と悪に分別するっていう癖がついてるんですね。で、そうすると、まあ、文春の記事っていうのも、もうこれによって松本人志さんがもう悪になってるんですね。で、悪になって、これ本人がもちろんやり返せばいいんですけど、もう本当にやっぱり、もう今週も悪なんですね。これもう本当にちょっと正直どうしようもできないですね。この文春の中身っていうのは、まあ第2弾、第3弾、第4弾までは、第1弾が結構これ犯罪なんですね。記事が事実だったら犯罪だったんですよ。もちろん消滅事項、控訴事項って言ってもう時効が経過してるんで訴えれないんですけど、警察沙汰にはできないんですけどね。で、今日の件、久しぶりに刑事事件です、これ。時効期間10年経ってなければ、7年以内であれば、これも警察沙汰になるっていうものが出てきましたね。ただ、今この段階で時効になった刑事事件を、まあ、文春が書いてるということは、松本さんが、警察に捕まるっていうか、そういう可能性は極めて低いと言いますね。
で、直近のものって本当に出てこないんですよ、松本さんの。どんなに新しくても5年ぐらい前ですかね。で、その5年前のやつも、警察沙汰になるようなものじゃないので、そういう意味では、こう、松本、まあそこは文春うまいとこなんですよね。古いもの、もちろん古いからといって許されるわけじゃないんですが、とにかく松本さんはもう相当前にこういう悪いことはやめてるでしょうね。やってるんだったらもうさすがに文春の年末の記事が出たら相当の人が情報提供してるけども情報が古いってことです。もちろんこれ言い切れませんが、文春のことですから、ひょっとしたら急にドーンとね、警察に持っていけるような最新のもの、少なくても時効にかかっていない5年以内とか7年以内のものを出してくるかもしれませんが、おそらくそれはもうこの段階ではないだろうなと思います。で、この記事を見てると本当に裸の王様なんですよ、これ。松本さん。今も裁判してますよね。で、ちょっとね、裁判で元闇金を使っている、5億5000万円を訴えている弁護士は、元検察官の人なんですよね。通常こんな名誉毀損で、元検察官なんか使わないと思うんですが、やっぱり松本さん、これ刑事をちょっと恐れてるから、刑事事件に強くて松本さんの言うことというか聞いてくれる弁護士がで、この裸の王様っていうのは、僕ね、今回の記事を見ていてですね、まっちゃんには多分ね悪気はなかったんだと思うんです。本人の中では全部その放送作家の、その1回目のやつに出てきた放送作家の X っていうやつなんですけど、この X っていうのがおそらく松本さんに、この店は表向きはエッチはできません、性的サービスはないと書いてるけども、それもサービスなんですと、そういうサービスなんです、ここは3回通ったら3回目には口でしてくれるんですみたいな説明をしてたんじゃないかなと。なんかまっちゃんの性癖ってね、これ僕も恥ずかしい、僕にめっちゃ似てます。僕は性癖似てる部分っていうのは、その素人の人が好きっていうのはもうまさにビンゴなんですね。僕も風俗全然嫌いなんで行かないんですし、その AV の人とか、こう女性がどっちかとこう恥ずかしい人をなんとかしたいってタイプなんで、そこは似てるんですよね。ただその今回の女性はもう泣いてるんですよね。結構ガチンコで泣いてるわけですよ。そういう姿を見るとさすがにまっちゃんも、あ、これは無理やりやったと思うじゃないですか。でも彼は取材に対して無理やりしたことはないと言ってるんですね。文春の最初の突撃取材に対して、12月22日ですね、今からもう1ヶ月40日前か、文春の突撃取材に無理やりやったことはないと彼の脳にインプットされてるんですよ。で、それはなぜかっていうと、おそらくその無理やりエッチなことをしても、その女性が泣くことまでサービスだと多分洗脳されてたんだと思われます。これはもう僕の推測ですけど、そうじゃないとこんなにあちこちの女性にね、涙を流す女性がいるわけですよね。でもまっちゃんは自分が無理やりやったとは思ってないということは、周りのその間に入っている仲介人という人が松本さんに対して多分間違った情報を与えてるんじゃないかなと思われます。まあ、ここはもちろん確証はないですけど、じゃないとさすがに無理やりはないって言わないし、裁判までしてこないと思うんですよね。とにかくまっちゃんはまっちゃんで言いたいことはすごくあると思いますけども、それはその本当に、だってまっちゃんからしたらね、いわゆる松本人志さんからすれば、昨日無理やりね、女性のね口の中にあそこ入れてですよ、で女泣いとったと、そしたらこんなのどう考えても1週間とか10日とか、まあ、少なくとも1年以内にはやばかったら警察が来るでしょ。いや、あなた、ついついこんなことしましたよね、逮捕しました、来るじゃないですか。来ないということはまっちゃんは信じてたんだと思います。ああ、これはプレーなんだ、泣くとこまでプレーなんだって。だから本人は10年経って、いやプレーやろ、あれ何言ってんのよ、今日あれは無理やりこう涙泣く女に無理やりエッチするとこまでをプレイなんだと本人は思ってる可能性がめちゃくちゃ高いと思いますね。まあまあ、その。